皆さんこんにちは、翔平チャンネルの翔平です。いやー、ちょっとゴルフの練習してきたんですけど、喉渇きましたね。運転席からもね、降りたくないんでね、今日はね、ドライブスルーにですね、行ってみたいと思います。この車になってからね、ドライブスルーまだ一度も行ったことないので、どんな感じで商品受け渡しできるのか、またこの高さでね、お金のやり取りとかがね、やりやすいのか、そういったのをちょっと今日は見ていきたいと思います。じゃあでは、マクドナルドに行きます。それでは出発します。何にしようかな、ハンバーガーのセットでもしようかな、コーヒーだけでいいかな。さあ、ドライブスルーに行ってみましょう。ドライブスルーに行きます。最近できたね、マクドナルドなんで。はい、ドライブスルー到着しました。さあ、どうしましょうか。いらっしゃいませ、こんにちは、ご注文どうぞ。どれにしよっかな。エビフィレオのセットで。はい。コカ・コーラ。はい。でいいんかな、あとは。はい、サイドメニューこれでよろしいですか。サイドメニューはいらないです。サイドメニューいらないですか。うん、大丈夫です。じゃあこちら単品よろしいですか。お会計610円です。はい。お使いなければ車前どうぞ。はい。こんな感じかな。高さちょうどいいね。お会計610円でございます。早っ。こうやね。400円のお会計、下でシータの形です。はい。ありがとうございます。どうも。想像以上に高さが安定しとったね。バッチリやね。カメラから伝わったでしょうか、僕のマクドナルドでの初注文のあの緊張感。エビフィレオのですね、セット買ったつもりが単品2つになっちゃいました。ポテト忘れましたね。頼むの違う、セットにしてくれっていうの忘れちゃいました。まあ商品のね、受け渡しとかはね、フリードとってもしやすかったですね。ちょうど真横に店員さんがいる感じで、こう上に上げたりとかね、車高の低い車だったら上上げたりとか下にこう下ろす感じじゃなくて、もう真横でね、受け渡しできるんで、ドライブスルーでの商品受け渡しはとってもしやすい車でした。ということで、じゃあこれ食べてね、会社に戻りたいと思います。本日もご視聴ありがとうございます。面白かった人はチャンネル登録よろしくお願いします。高評価もぜひ。ありがとうございました。コーラうまいな。